こんにちは、素直サイズ、なおです。今回は、毎週靴下、編むっていうのの、ウィーク3ですね。ご報告します。動画で編んでたこちらですね。編み上がりました。3週目に間に合って、編み終わって、ウィーク3、秋のささやき11253と、このね、ピンク5194、パープル3072っていうのは、実は、これですね、かかとの、片方のかかとだけ、ちょっと、パープルを入れてみました。同じの編めばいいんだけど、基本的に柄合わせしないから、だったらちょっと左右が違う方がいいかなってちょっと思ってしまって、ここにね、来た色で、何か違う色をって思ったんですけど、パープルにしてみました。こんな感じでね、実物よりちょっと色味が違うんだけど、可愛くできたと思います。靴下をね、編むとこんな感じで、こちらね、続きですけど、腹巻き帽子を編んでるとこんな感じで、そんなにね、目数が140目だけど、そんなに違わないですよね、印象がね。幅が狭くなるけど、結構何段にもなるんだなっていう印象です。こんな感じで、ウィーク3も一応ね、目標達成しています。そして、もう一つ、母に編んでる靴下も、出来上がったので、今週はね、2個できたんですね。3週目は、スイートキス11263と、なでしこを合わせた靴下。母の方は、ノーマルにというか、あまりっていうか、遊ばないで、編んでいます。この地の色にね、単色をいくつか持っていって、母にどれと合わせるみたいに聞いて、じゃあこれっていう単色を合わせて編んでいます。だいたいね、2足同時進行していて、こっちの方が先にできたのかな。こんな感じで、3週目はね、2足完成です。ちょっと水通しはまだしてないんですけど、こんな感じで、靴下編みを着々と進めております。他の方もね、動画を見てくれてる方も、一緒に編んでるよっていうふうに進めてね、くださってる方もいらっしゃるようなので、今週はたまたま2足出来上がったっていう感じですね。でちょっと似てるよね、なんとなく。点々してて、紫とからし色っぽいのと、グレーと水色とみたいに似た感じの編んでたのかなと思います。4週目も
頑張ろうと思いますが、まだ、意図は、母の方は決まってるんだけど、自分の編みたいのはまだ決めきれてなくて、本当はね、次はこれって言いたかったんですけど、ちょっと迷ってしまったので、荒巻き帽子をね、最近、ちょっと靴下編みが続いていたので、荒巻き帽子どうなってるんだっていう風に思ってる方はいないと思うんだけど、こんな感じになってますよっていうご報告を兼ねてお披露目です。だいぶ進んだので、今週中には仕上がるんじゃないかなと思います。あとね、5センチぐらい編んだらできるかな。5センチぐらい編んだらゴム編みに入るんだけど、またゴム編みの色をね、どうするかっていうのでね、またどうしようかな、どうしようかなって今迷ってるところです。ということで、ちょっとね、編みながら簡単に軽くお話をしようかなと思います。こんな感じがいいか。ちょっとね、なんかこのシャーフパーって柔らかいから肌触りいいんですけど、柔らかくてね、ちょっと滑るっていうのか、緩むっていうのか、もしかしたらね、秋のささやきよりも幅が広くなっちゃってるかもしれないなって、今ちょっとね、広げてみて感じましたが、水通しと乾かすときにね、ちょっとぴょんぴょんとギュンギュンって縦に横によーく伸ばしたりしてごまかそうかなと思っています。どうせね、つけるときは半分に折ってつけることが多いって前も言ったんですけど、伸ばして見せるってことはあまりないからいいかなと思ってます。ちょっとね、1年か2年ぐらいなのかな、荒巻き帽子からね、ちょっと遠のいていたので、新しい仲間が増えるっていうことでね、とても楽しみに編んでいます。洋服も前よりは、全然ね、買ってないんだけど、実は洋服増えてないんだけど、増えてないからこそね、普段着ないなとか、こういう色あんま持ってないなっていうのを小物で取り入れてね、行こうかと思っています。基本的には、ジーンズとモノトーンのトップスっていう感じの地味な格好しかしてないので、最近若い時はね、30代の時はなんだかいろんな格好、いろんな色をねしてたんですけど、フリフリとかレースとか好きでちょっと着たりしてたんだけど、やっぱりね、もう50代だからってわけでもないけど、シンプルにね、なっていきますよね。それでもね、本当はちょっと変わった形のものが着たいんだよなとか、黒いんだけど変な形の服
ていうのを選んでね、買うことが多かったんですけど、もう今度この10年ぐらい新しい洋服ほとんど買ってなくて、若作りになっちゃうのかなって思うんだけど、どうなんですかね。年相応の格好しないとななんて思ったりもするんですけど、でもやっぱ好きな格好をするのが一番だよねとも思っているので、まあ、ちょっとね、小物で遊ぼうと思って、オパールケイトは本当にね、ちょうどいいというか、いろんな色が混ざってるから、本当にね、何にでも合うというか、シンプルな格好をしてても、こういうね、ネックウォーマーつけるだけでちょっとポイントになりますよね。ということでね、もっともっとたくさんいろいろ編みたいんですけどね、なかなか想像力が現実的な形にならないでいます、今のところ。もう、ああ、もうこれ編むぞみたいな勢いがね、今なくて、もわもわふわふわした想像がたくさんあるみたいな感じです。決まればね、多分とりあえずやってみようみたいになるんだけど、自分の一人の無音の時間っていうのはね、なかなかやっぱり今取れないでいるので、一人になる部屋も一応はあるんですけど、こんな風にね、動画を撮る部屋は一応あるんだけど、ずっとそこで一人でこもっているっていうことはできないから、前はね、一人暮らししてたから、本当にこうテレビもなかったし、無音でね、編み物ずっとしてるみたいな、生活環境音っていうか、鳥が鳴いてるとか、車が通ったとか、なんか人が、子供が友達とお家の前通っていったとか、自転車でママ友同士でおしゃべり楽しそうに走っていったとか、なんかそういう音をね、聞きながら、編み物しながら、次はどんなの編みたいかな、どんなのなら編めるかなって想像をね、固めていってたんですけど、今はね、ずっと一人の部屋でいるとね、母がちょっとね、そこまでじゃないんだけど、何してるの?みたいに 一人で上で何してるの?って感じになっちゃうので、なかなかね、で、母と一緒にいるとテレビがずっとついてるから もうずっと誰かがなんか喋ってるみたいな 同じニュースずっと流れてるとか、そんな感じでね、ちょっとずっと誰かが喋ってるみたいとかっていうの苦手なので、頃合いを見てね、一人になる時間を作ってはいるんですけど、それでも数時間ですね。前はね、ずっと一人でいられたんだけど、という感じなので、なかなか、いろんなことにね、それを理由にしちゃいけないんだけど、
と想像力がね、固まりきらなくて、想像力と、あとなんかちゃんと考える時間がないみたいな感じでなってるのでね、毎日流されていますよ。でもね、みんなそんな感じですよね。なかなか自分の時間取れないし、私は恵まれてる方なんですけどね。この間ね、家事の合間の細切れで編み物をしていますっていう方もいらっしゃって、私の動画を見てくれる方は多分主婦層の方がね多いと思うので、やっぱりお家のこと家事とかに追われながら皆さんね編み物で癒されてるんだと思うんですけど、そういうまとまった時間が取れない中、皆さん編み物を楽しんでるんだなぁと思うと、私はまだね編む時間が取れるので恵まれているなと思っています。一応ねお家のことね手伝うつもりで声は母に声かけるんですけど、夕飯の準備だなーっていう時間になった時とかは今日は手伝うことありますかって聞くんだけど、もう9割方ね断られるんですよね。いいよとか今日はないよとか、本当にたまにね、なんかご飯がたくさん余っちゃったとかって言われると、じゃあチャーハン作ってあげようかとか作ってあげようかもちょっとね失礼だよね。チャーハン作ろうかとか、なんかドライカレー作ろうかとかそんな感じで言うと、じゃあ作ってっていうのがね週に1回あるかないかっていう感じで、だから洗い物はね私がやってるんですけど、ご飯の支度とかはね母にね断られちゃうんですね。なので断られたら遠慮なく編み物をしていますが、一応ねちょっと気は使いますよね。でも本当に私恵まれてるんだなと思って感謝しています。いろんなことに平和にね編む時間もあるし、まとめて編む時間を取れるし、だから新しい何かが編みたいな作りたいな考えたいなって思っても、そういう時間が取れないなって思うのはちょっと贅沢なのかなと思うんですけどね、まあ、そんな感じで編みたいものとか違うものとかも編みたいと思っていますが、これからまた考えようかなと思います。ちょっとまとまりのない会話になっちゃったんですけど、お話になっちゃったんですけど、今日はこの辺にしとこうかな。今週の水曜日からマルティナさんの祭事が始まるし、体調を整えつつ、でもちょっと今週はいけないかな、ちょっとどうなるかわかりませんが考えすぎないようにしたいと思います。そういうお出かけプレッシャーに弱いので、もしね会える
方がいたらいいなと思いながら、こっそりと行くかもしれないし、行けないで、今年も行けなかったってなるかもしれないけど、ちょっとあまり考えすぎないようにしたいと思います。じゃあ今日は3周目の靴下は2足完成でした。今日はここまで。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。